皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回なんですけれども、先日、チャンネル登録者1000人を達成したということで、ちょっとスペシャル的なものにしたいなと思ってるんですけども、今回あるものを買いました。その買ったものっていうのがこちらになります。というわけでこちらになります。こちらがですね、NEC のパソコンで、PC9821CB ということで、通称はキャンビーというパソコンになってます。なんで今回これを買ったかと言いますと、常々、このチャンネルのネタとしてできればこのレトロ PC をちょっと扱ってみたいなと思ってまして、自分が高校に入った時に買ったパソコンがですね、NEC の PC9801BX3 というパソコンだったんですけれども、できれば同じものをこう買い戻したかったわけなんですけれど、やっぱりそのこの PC98 シリーズがですね、やっぱりこの希少価値が高くて、なかなかこう玉数もないという状況で、いつも言ってるハードオフなんかにね、もう全く見当たらないものなんで、ヤフオクとかそういったもので探すれば、見つかることは見つかるんですけど、当然その、送り主からこっちに来るにあたってはやっぱり送料とかがかかっちゃうんで、あまりこう本体高くなっちゃうとね、その送料も加えるとかなりの出費になっちゃうんで、できれば安くあげたいなと思った時に、やっぱりこう本体がこう一体になってるの、ディスプレイと本体がこう一つになってるんですね。これをもう別々にこう集めようとなると、特にこのモニターも高いですし、この本体ですね、本体別にバラで売ってても構わないんでしょうけど、この本体のみとかいうことになっちゃうと、このキーボードですね、キーボードがないとこう何も操作ができなくなっちゃうっていうことがあるので、またそれもバラバラにこう集めるっていうのは、またこの出費がかさんでしまうので、できればこうまとまって、セットになってるのが一番いいかなと思って探した時にこれをこう見つけたわけなんですけど、こいつは開始価格が2000円と安くて、結局ちょっと入札が何個かこう重なって、5000円くらいになったんですけど、それでも送料含めても7000円くらいで収まったということで、いい感じのものになったんじゃないかなと思いますね。で、この、キャンビーなんですけれども、セットとしては、この本体、このディスプレイと本体が一体になっているやつと、キーボードと、あとはこのマウスですね。これ NEC の、純正のマウスなんですけど、それと、電源ケーブルだけがセットになってました。で、外箱とかインストール用の、ディスク関係はちょっとついてなかったので、あとこのパソコンには、リモコンがついてるんですけど、それもちょっとなかったですね。なんですけど、一応これ動作をするということで、そこそこいい買い物だったんじゃないかなと思うんですけれども、今回はですね、とりあえずこの本体の動作確認をちょっとやってみたいと思います。一応この本体は動作するんですけども、ここに CD ロムドライブがあるんですけど、これがちょっと開閉ができないということと、こっちの方にフロッピードライブ、これちょっと映像上切れてるんですが、こうフロッピードライブが2機ついてるんですけど、このフロッピードライブもちょっと動作がしないということはあったんですけれど、その辺の確認どうかもね、していきたいと思います。というわけでセットできましたんで、これから電源ちょっと入れてみたいと思うんですけど、まず通電確認ですね。この、赤いランプがつきまして、通電はできます。で、ここに電源ボタンがありますね。電源入れてみましょう。ポチッと。でーんと言いましたけど、やっぱPC98 シリーズっていうと、ピポっていう起動音が有名なんですけど、このキャンビーシリーズに関してはちょっと起動音が変えられてるみたいで、入ってました Windows3.1 です。3.1 知ってる人は本当に、
若い世代は知らないと思うんですけどね。はい、まあ起動も懐かしいですよね。でちょっと画面上ちょっとちらつきとかあるかもしれないんですが、ちょっとそれはご了承ください。はい、ちょっとエラーを起こしてますけど、これちょっとムシムシムシ、今日は8月18日です。ちょっと多分これ内部の電池がちょっとおかしくなってると思いますね、これね。はい、というわけで、キャンビーシリーズというか、まあ、9821シリーズのいくつかのモデルにはこういった簡易的な、まあメニューですね、シェルメニューがついてまして、まあWindows 3.1 の、まあ、GUI よりもちょっと分かりやすい感じでこういうメニューがついてる機種もありました。はい、こうやってメインで押すと、まあ、いろんなこうコマンドが出てくるんですけど、ゲームとか、Windows のゲームといえばソリティアとマインスイーパーですよね。はい、分かる人は分かりますね。はい、日本語入力、 PC 版ナビゲーターってあるんですけど、これはPC 版ナビゲーターってあるんですけど、これは NEC が昔やってたパソコン通信のサービスですね、それの名前です。はい、もうこれも、若い人は分からないと思いますけども、はい、でこっちに行くと、デモンストレーション CD ロムでは、まあ、多分付属でついてたおまけみたいなやつだと思うんですが、多分これないですね。おっとおっと、はい、多分これはエラーなんですけど、アクセサリー、はい、プラグ&プレイ、まあ、プラグ&プレイっていうのは本体の電源を入れたまま周辺機器をこう接続したりできるっていう、まあ今はこう USB があるんで当たり前なんですけど、昔は一回電源を落としてからこう接続しないとその認識がされないっていうような感じだったんで、それでプラグアンドプレイっていう、まあ、ものができたんですけど、まあ、ちょっと限定的なものではありましたよね。で、デスクトップにすると、まあ、いろんな、こういう、プログラムがありまして、まあ、フォト CD プレイヤーは、まあ、フォト CD を入れると写真が見れると。まあ、この辺はちょっと、わかんないですけど、まあ、98TB っていうのは、このパソコンにはテレビチューナーがついてまして、まあ今となってはもうアナログ放送のやつなので、まあこう意味がないわけなんですが、一応これではテレビも見られたということですね。はい、まあ、一応起動してみましょうか。テレビチューナーが接続されていません。うん、一応まあパソコンの後ろには刺さってるんですけど、うん、これがちょっと認識されてないっていうことですかね。はい、はい、ちょっとシェルメニューが終わっちゃったんですかね、これは。はい、ちょっとまあ意図してなかったですけど、シェルメニューが終わっちゃったんで、まあ、これが本来の Windows 3.1 の見た目なんですね。はい、で、さっきのシェルメニューはその上でこう動作してる、まあ、ちょっと分かりやすくするためのメニューだったわけなんですけど、まあ、ちょっと意図せず終わっちゃったんで、まあ、このペイントブラシ。はい、これは今の Windows にもあります、お絵かきソフト。になりますね。はい、
とマウスの感度があまり良くないんですけど、はい、Windows 3.1 ということでございます。でちょっと途中で止まっちゃったんですけど、この QHTV では静止画を取り込んだりできたんですね。はい、静止画を取り込んで、まあその文章に貼り付けて、これ利用ができたということなんですね。じゃあですね、この CD-ROM ドライブ開かないっていう話なんですけど、エジェクトボタンちょっと押してみましょうか。うん、エジェクト押した時にこうグーっていう音がするんですけど開かないですよね。多分これディスクをこう出し入れするところのこうギアとかにかかってるこうゴムベルトがあるんですけど、多分それが溶けて切れちゃってるか、あるいは緩んでこう空回りしてるかだと思うんですね。はい、なんでこれはまあ後で直そうかと思います。はい、はい、じゃあちょっとメニューに戻ってきたんで、次はですね、こちらここにあるフロッピーディスクが動作するかどうかっていうのをね、ちょっとチェックしてみたいんですけど、このメニューの中にフロッピーのマークが2つあるんですけど、まあ、ここにこうフロッピー入れるとこの中身が開けるんだと思うんですけど、まあうちに転がってた昔のフロッピーディスクですね。これ9821の XA シリーズのなんかシステムインストールディスクなんですけど、まあこれがちょっと読めるかテストしてみましょう。はい、じゃあまずこの上のドライブに入れます。はい、ディスクが入ったことは認識して、このこっちのディスクがちょっと濃くなりましたよね。おっと、このフロッピーディスクが読めません。初期化はしません。はい、やっぱりディスクはちょっと読めないですね。このじゃあ下のドライブに入れます。こちらの下のドライブのフロッピーが濃くなりました。はい、やっぱり読めませんね。というわけでこのフロッピードライブは、上下とも動作しないのか、それともフロッピーを当然読み取ってるヘッドがありますんで、そのヘッドが汚れちゃって、読めないのか、うん、ちょっとこの状態ではちょっと分かんないんですけど、それもですね、後でこうチェックしてみたいんですね。はい、はい、でまあフロッピードライブを修理する前にこういったものがあります。はい、3.5 インチフロッピーヘッドクリーニングディスクと。はい、当時今近くのホームセンターで980円で売られてたものなんですけど、一応これこの Windows 対応なんで、これを動作させると、まあ、フロッピーが読めるようになるんじゃないかということなんで、まあ、ちょっと上のドライブだけテスト的にやってみたいと思います。はい、まあ、こういったクリーニング系のものを使った方は分かると思うんですけど、洗浄液を使うものを湿式、使わないものを乾式と言いますけど、こちらは乾式のものになります。はい、じゃあこれ、ここに入れまして、このメニューからこれ動かしてみたいと思うんですけど、さあ一応これフロッピー読んでますけど、はい、今フロッピーアイコンがくるくるくるって出てきて、おっと読めませんね。はい、まあ、ドライブ C ってなってますけど、まあ今現在の常識で言うと、この C ドライブってこうハードディスクの方じゃないかというんですけど、この本体に関しては多分これ C がフロッピーになってるんでしょうね。はい、はい、というわけでクリーニングディスクではちょっと直らなかったんで、ちょっと物理的に清掃しないとダメかもしれないんで、今後ですね、この本体をちょっと分解して清掃とか修理とかをやっていきたいと思ってます。はい、はい、というわけで今回はこの PC9821CB の動作確認というところだったんですけれども、次回以降ですね、この本体をですね、ちょっと分解をして、内部がどうなってるのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。
それではまた別の動画でお会いしましょう。